トースポ動画っていうのがあって、ちょっと竹野さんそっくり行こうかな。近い今あの竹野さんその、はい、ブルーチーシーズプラスあれですけど、はい、在所1位っていうのがあるんですか。はい、そういうプレッシャーはあるんですか。あんまりで在庫1位とか気にしてなくて、もう出たら、うん、まあ、それぞれ環境が変わってくるので、うん、まあ、そのあんまり気にしたことはないです。あ、そうなんだ。じゃあその負けられないぞとか、その他の木の人たちより活躍しないといけないぞみたいなのは。あ、それはやっぱりちょっとあったりとかします、うん、はい。その中ですけど、結構選考に、はい、その意欲、ね、こちらの熊谷さん、神戸さんも意欲的なメンバーが揃ってますけど、はい、竹野さんもやっぱりそこは譲れない、はい、そこは譲らずにいきたいと思います、うん、最初の頃からそういうこと、校長ともそんな話して、所長か、滝沢さん、はい、お話はしてたんですか。あ、そうですね、私もT 教場に一時期お世話になっていた頃があって、はい、その滝沢所長の下で、その時にやっぱり先行滝沢所長とてもすごいので、うん、いろいろお話を聞いたりなどしていました。じゃあ滝沢さんに褒めてもらえるようなレースを。はい、それはすごいしたいですね、うん、なかなかね、ちょっとあの会ったりすることも時間ないだろうけど、滝沢さん真面目だから。そうですね、うん、レースたくさん見てるだろうし、はい、まあ、滝沢所長の耳に自然と届くぐらい活躍できるように頑張りたいと思います、うんうん、期待してますんで頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。